こんにちは。こんにちは。ガジャラのトレーナー、まさきです。よろしくお願いします。お願いします。筋トレ、皆さん興味があってる方々へ、どんなトレーニングしてるんですかというね、結構聞かれるんで、今日はですね、肩、ね、まさきどこだ、肩の。そこですね。今日は書きました。すいませんね、字が相当綺麗なんで。肩トレジャイアントですね。1、フロントプレス、8回から10回。2、アップライトロー、8回から10回ですね。次、リアリーズ、8回から10回。その後、ドライブ、8回から10回。何ですかね、そのドライブね。まあ、これからちょっとそれを、まさきが、トレーナーまさき。はい。じゃあ、今から肩のトレーニングをいきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。それで、いよいよですね、肩。行っていきたいと思います。これ全部で4セットですね。重りはですね、今日はパワーブロックですね。何キロですか、設定が最初。 11.5 キロです。 11.5 キロのフロントプレスから、次アップライトロー、後ろでバーで30キロですね。そしてリアリーズ、また同じくパワーブロック、そしてドライブっていうね、運転していきたいと思います。さあ、肩どれが入るか行きましょう。さあ、スタート。まずフロントプレス。はい。はい。軽いんじゃない？さあ、アップライトロー。しっかり顎の下まで。わっきゅうきだ。わっきゅうきだ。しっかりし。いいよー。ふい。いや。いや。ない。さあ。そして。リアリーですね。これちょっと違いがあるのが、そうです、持ち方がしっかりラテラルレーズとは違ってリアにダイレクトに入れたのがこのグリップですね。この持ち方さあ、いきますよ。これしっかり体をどうしようかな、倒そう。どうした、重い、気合が入ったんだな。しっかり体を倒して、もっと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 、そうそうそう、ナイス。もうちょい体を倒して、もうちょい体、ナイス。よし。さあ、次ドライブ。さあ、10キロね。最後。10回。はい。はい。7、8、9、10。OK。これが1セット。じゃあこれの3セット最後目。これね、重りをこう胸の前に抱えること、この目、この目しっかりこのドロップ。これ大胸筋とかカット出したい人ですね、かなり重要になってくる。上げる、そしてね、ちょっと見せて、ここにしっかり前側に前が入る。ナイス。さあ、アップライトローでさらに三角筋の外側中心、ね、これ重要ですね。これグリップ狭くても、狭い方が結構重要に見えます。ワイドグリップにするとダイレクトに真ん中に入るんで、ちょっと次ワイドグリップ、こちらきついです。さあ、そうです、はい、2、しっかり巻き、あ、そうそう、はい、4、さあ、持っていける持っていける、はい、5、はい、6、7、8、9、ラスト10、
JFK。 さあ次はまたリアリズム、もう一度書くんですけど、しっかり体をベンチに倒して、しっかり90度に倒して、そうそう、しっかり1、そうさあ、どれ、みんななんですけど、ここのリア、これ結構みんな意外に忘れられてるんで、しっかり前もいいんですけど、リアもしっかり意識したトレーニングをすると形がかっこよくなる。頑張ってください。さあ3セット、まあ2セットしか待ってないですよ。きついきついね。さあこれ繰り返します。はい、頑張って。覗くね、はい、目ん玉覗いた状態、落とさない、落とさない、頑張って、目を見ながら、よっしゃさあラスト4セット目、すでに肩はきてるね、ナイス。最後ラストセット、さあここで落とすんですね。これで9、おいこラスト、はい、さあこの手しっかり、はい、これいいよ、立ってやるのと座ってやるので、また座ることでね、気は立ってますけど、座ると反動つかないんですよ、ちょっときつくなって、気は立ってるから若干反動つかい気味ですけど、もうしょうがないね、もうギリだから、常にギリだから、
シュワー。よしよ、さあ自分を追い詰めていこう。一、はい、いいぜ、はい、どうにかいく、自力でどうにかいけ、どうにかいくんだ、頑張るんだ。よっしゃよっしゃよし、ナイス。さあラストセット頑張って。しゃしゃ、さあラスト、さあしっかり目で覗く、ね、覗いて、はい、しっかりしっかり、いいよ、ナイス、下がって下がる、ほい、オッケー、ナイス、よっしゃ。母さん、島君、ご苦労様、お疲れでした。お疲れした。どうですか、肩の調子。ちょっと普通に見せてくれ。入ってる、綺麗。汚い肩。さっき全然違うね。肩だけしっかり入りました。ナイス。どうでした、感想。きつい。皆さん、ぜひトライしてみてください。やってください。ありがとうございました。